坪寺美穂子選手、1年生、52番 OL アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋理沙です。令和5年10月15日、場所は石川県金沢市営球技場にて2023北陸学生アメリカンフットボール優勝決定戦、金沢大学エバーグリーン対福井県立大学ワイダーズの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。この試合当初は13時キックオフの予定でしたが、直前になりまして雷が発生しまして、その開催危ぶまれました。運営陣ギリギリの判断を持ちまして、1時間ずらし14時キックオフという形でこの試合は敢行される形になります。時間変更となりましたこと、皆様ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。両チームご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っておりますのが、本日はホームチームという扱いになっております、金沢大学エバーグリーン。昨シーズンこの北陸リーグを制覇しましたチームです。北陸学生の中でその優として常にその頂点を争う立ち位置にありました金沢大学。しかし近年はその対抗馬、その対戦相手でもあります福井大学に屈し、厳しい状況を強いられておりました。しかし昨シーズン見事に優勝を果たしまして、そしてその後甲子園ボールトーナメントで中四国代表の山口大学を倒し2回戦進出を果たしております。今季さらにその上を目指さんとこの舞台に立っております。しかしこれに待ったをかけんと、その前に立ちふさがっておりますのが、反対側におりますバックスタンドにあります福井県立大学ワイルダーズ。この10年間はこの福井県立大学が北陸学生の頂点に立っておりました。10年間で都合7度制し、そして甲子園ボールをトーナメントを賑わせております。しかし昨シーズンはその決戦の舞台となりましたこの金沢大の試合の際に、コロナ発生という形でその悲劇にありまして、試合に十分に備えられない形でこの一戦を迎える形になりました。その無念いかばかりか察するものがあります。今季こそはと陣容を整えまして、北陸その頂点を競います一戦が行われます。審判団によりまして両チームのキャプテン招かれまして、これより試合開始前のコイントスが行われます。今期の北陸学生リーグは3校で行われる形になりました。富山大学、今シーズンは関東勢も加えましてその陣容を整え、この2強になんとか一矢報いんという形で挑んでおりましたが、しかし残念ながらこの両校にはまだ至らず、この金沢大学と福井県立大学の一戦でこの北陸学生の今シーズンの優勝が決まる形になっております。福井県立大学レシーブ、金沢大学キックオフ、福井県立大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式刑事で行います。両チーム試合前にその互いの檄を飛ばし合い、まもなく試合開始の時を迎えます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。ター様、早速のメッセージありがとうございます。両チームの応援にぜひ忌憚なくチャット欄へのメッセージをよろしくお願い申し上げます。まずは金沢大学のキックオフで試合開始という形になります。キックオフを務めますキッカーは10番の榎城です。茨城高校出身、1年生です。対して福井大学はリターナーを2人配置しております。このキックはエンドゾーンに入りまして、失礼しました、外へ出まして反則となります。キックオフのボールは外へ、サイドラインの外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード前進したところか、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティとして自陣35ヤード間の攻撃のいずれかを選べます。さあどのようにチョイス数で福井県立大学は5ヤード下げて再度キックオフをする形を選択しました。従いまして自陣30ヤードに下がりまして、金沢大学キックオフのやり直しです。おそらくはリターンチームのそのリターンに期待をするといったところでしょうか。リターナーに入っておりますのは18番と43番のようです。18番は吉川大手門高校出身の2回生、43番は土田福岡高校出身の1回生です。このキックを外へ出ました。ギリギリのところを蹴らんとコースを狙ったキックを狙っているようですが、外へ出てしまっているのでまたしても反則です。福井県立大学、さらに5ヤード下げてキックオフやり直しを選択します。できる限り優位な位置で攻撃不利な状況に追い込みたいとキックオフのコースを選択している金沢大ですが、結果的に後退しましてさらに厳しいキックオフとなっています。さあ今度はどう蹴るでしょうか。今度は県立大リターンに入ります。大きく返した、ナイスシュート。ここで県立大学リバースフェイクを敢行しました。リターナーが一旦反対サイドに入る、もう一人のリターナーにハンドオフをすると見せかけ、そこの裏をかくフェイクプレー、これが見事決まりまして、18番中央一気に蹴り上がり相手陣入ったところからの攻撃に入ります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。その4回の攻撃で10ヤードを更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあまず最初はランプレーから入りました。ランニングバックにトスしまして左オープンへのランプレー、キャリア4番ブロッカーを生かしまして約8ヤードのゲイン、7ヤードのゲインとしています。キャリア4番は磯本、青商高校出身2回生です。さあ続けざまにプレーがいったら、今度は金沢大がナイスです。同じく左方向へのランプレーをロン4番に託しましたが、これを金沢大4番57番が見事対応しまして、約3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは全身をゲイン、後退をロスと表現します。4番は赤塚、水上高校出身のプレイヤーです。さあプレー始まります。右方向展開、クォーターバックパスを投じるか、かわした。さあどう来るか、なんとかパス投げんと右に展開しましたが、しかしこれはパスを投じることできず、結果的にフォースダウンに変わります。さあ最後の攻撃権4回目、果たして福井県立大学どのようなプレーを選択するでしょうか。フォーメーションを変えます。パントフォーメーションをチョイスしました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキックにより陣地挽回を図ります。このパントコースを狙いまして、右サイドラインに狙いましたが、結果的には金沢大学陣23ヤード付近で攻守交代と変わります。福井県立大学、ノーハドルの非常に速い攻撃を展開し、相手の守備の隙をつかんとしましたが、金沢大これを見事に封じることに成功しました。攻撃権変わりまして、今度は金沢大学の攻撃。金沢大学自陣23ヤードからファーストダウン点。福井大学がナイスディフェンス。福井県立大学、オプションプレーを金沢大が敢行しているところを、見事ディフェンスライン中央から割り込みまして、このプレーを阻止し、約4ヤードロスに変えています。さあ下がりましたが、金沢大学の攻撃、セカンドダウン14、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は14ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック1番、オフェンスが後方より一度だけできる前パスを敢行しました。ターゲットは16番でしたが、このパスはオーバースロー。パス不成功ですと、ボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして金沢大学、サードダウン14の状況に変わります。さあこの距離を突破なるでしょうか。金沢大学ボールオンは自陣15ヤードからのサードダウン。このランプレー止まります。ここでクォーターバックが左に流れると見せ、そのカウンターの形でランニングアップ4番に渡しました。ドロープレー、パスに見せかけたランプレーです。しかしこれを福井県立大学見事対応しまして、フォースダウンに変えます。金沢大学フォースダウンロング、パンプフォーメーションを選択します。パントはハーフウェイを越えたところで外へ出まして、この位置で攻守交代と変わります。双方互いにその最初の攻撃シリーズは4回で終えさせる形に成功してはいます。しかし陣地は若干ですが、わずかに金沢大学陣に寄った形になりまして、福井県立大学ほぼ中央付近から攻撃開始という形になります。さあ今度は福井県立大学2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣49ヤードから福井県立大学ファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入しました。ランニングバック4番、ハンドオフを託されまして中央突破、味方ブロッカーの力も生かしまして約3ヤードほどゲインしています。福井県立大学キャリアの4番は磯本、西湘高校出身の2回生。福井県立大学セカンドダウン7。さあランを重ねます。まだ行きます。同じく中央のワンプレー、今度は右サイドを突破図りました。キャリア4番ブロッカーの力も生かしまして、これも4ヤードほどゲインに変えています。さあ磯本はオフェンスラインの力を生かしたその力強いランプレーで現在試合の流れを作ろうとしています。福井県立大学、サードダウン残り3ヤード。さあこの距離、攻防を注目しましょう。オプションプレーを選択し、ランニングバックにトスをしようとしましたが、この時にボールをジャッグル。落ちたボールはどちらが抑えても構いません。それを取りました金沢大学4番、一気にそのまま相手陣にボールを持ち込みまして、エンドゾーン飛び込んでタッチダウン。金沢大学タッチダウンで6点先制となっています。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに入ります。さあここでキックは決まりましたが、イエローフラッグ、反則が発生しています。フィールド上に審判団から黄色いウエスが投入されますと反則発生を意味します。これがどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。福井県立大学側に反則がありました。この反則はキックオフの際に施行される形になります。しかし金沢大学はディフェンスで見事なプレーを見せまして、まず先制のタッチダウンを上げる形に成功しています。タッチダウンを上げましたのは金沢大学4番の赤塚、水上高校出身の3回生です。エンドゾーンまで入りまして、タッチバックとなります。タッチバックとなった場合にはリターンチーム自陣25ヤードからの攻撃に変わります。さあ好調な攻撃を展開しかけていました福井県立大、思わぬミスで失点をしてしまいました。今度はこのシリーズを生かす形になるでしょうか。ボールオンは福井県立大学陣25ヤードにセットされております。福井県立大学ファーストダウン10。さあまずランプレーを投入しました。しかしこれは金沢大学57番見事対応しまして、このランプレー1ヤードロスに変えています。素晴らしいディフェンスを先ほどから見せております57番は伊藤慎之介、秋田高校出身の3回生、173センチ、105キロの巨漢が素晴らしく動きで躍動しております。福井県立大学セカンドダウン11。パパス不成功。クォーターバック8番ハンドオフフェイクからパスを投じました。プレイアクションパスを敢行しましたが、しかしディフェンスカバー外さずパス不成功となっています。パス失敗でダウン1つ進み、サードダウンに変わります。福井県立大学サーダウン11。ランプレー投入、ファースター。この11ヤードをあえて福井県立大ランプレー投入しました。これに応え4番、一気に中央切れ込んで攻撃権更新です。福井県立大学ファースター、素晴らしいラン決めましたのは福井県立大学4番の磯本、青少高校出身の2回生です。さあ両チーム背番号4番の選手が素晴らしいプレーを披露しております。福井県立大学ファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番、左に展開していましたワイドレシーバー18番にパスを通し、約5ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバック8番は澤、第一学院高校の3回生、18番は吉川、大手門高校出身の2回生です。福井県立大学セカンドダウン5。クォーターバック8番、パスを投じようとしましたがプレッシャー感じましてスクランブル、緊急発進のランプレーに転じました。この判断よく攻撃権更新となっています。福井県立大学ファースター、見事な判断で攻撃権更新果たしましたが、福井県立大学8番の澤、第一学院高等学校のプレイヤーです。3回生の選手です。さあ攻撃にリズム出てきましたでしょうか。福井県立大、ボールオンは自陣47ヤードからファーストダウン10。さあ今度はランプレーです。ランニングバック4番、中央切れ込みまして見事に攻撃権を一発で更新としました。福井県立大学ファーストダウン更新繰り返します。ランニングバック4番は磯本、素晴らしいランです。青少高校出身。福井県立大学相手陣入りまして、相手陣41ヤードからファーストダウン10。再びランプレーですが、今度は金沢大学が踏ん張ります。ランニングバック4番の中央のランプレー、ディフェンスライン必死にその壁を確保し、1ヤードのロスにとどめております。福井県立大学セカンドダウン8。ここでスクリーンパスを敢行しました福井県立大。しかし金沢大4番52番見事対応し、このパス1ヤード2ヤードのロスに変えています。スクリーンパスはロングパスに見せかけたランニングバックのキャッチアンドランを図るブロッカーをつけたプレー、デザインプレーです。しかしこれを金沢大学4番52番見事対応しました。4番は赤塚、先ほどリターンタッチダウン決めました選手です。水上高校出身、52番は秋田、刈谷北高校出身のプレイヤーです。さあダウン10、この攻防注目です。ランプレーを投入したが、これは金沢大学止めました。フォースダウンと変わります。福井県立大学フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。パントエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがエンドゾーンに入りタッチバックとなった場合には相手チーム自陣20ヤードからの攻撃に変わります。攻撃権変わりまして金沢大学の攻撃に変わります。目まぐるしい攻防戦になっておりますが、金沢大学の攻撃に変わりました。ボールオン自陣20ヤードから金沢大学ファーストダウン10。岩国自陣20ヤードから攻撃スタートです。ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック1番プレイアクションから右ブーツレックし、そしてタイトエンド87番にパスを投じましたが、87番キャッチミス、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。金沢大学セカンドダウン点、ボールオンは自陣20ヤード。中央断片を取りアイフォーメーションからのブラストプレー、相手ディフェンスを粉砕するように中央突破しまして、キャリア5番見事攻撃権更新です。金沢大学ファースター、見事攻撃権更新を果たしました。金沢大学ランニングバック5番は松本、岡崎城西高校出身の1回生です。さあまず攻撃権更新果たしました金沢大学、ボールオン自陣31ヤードからファーストダウン10。さあ今度はブロッカータイプのフルバックにボールを託しましたダイブプレーです。最も最短で、しかし最もシンプルで、ボクシングでいうジャブに匹敵する混乱プレー、見事決まりまして5ヤードゲインとなっています。金沢大学徐々に押し返しております。ボールオンは自陣36ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。ここでクォーターバック下がりましてパスを投じました。しかし福井県立大学のディフェンスカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。金沢大学サードダウン5。ナイスファースター、ランニングバック1トスを受けまして、そこから縦に切り上がり相手ディフェンスを見ながらデイライトし、見事なカットバックを切って攻撃権更新です。金沢大学ファースター。ここで負傷者が発生しましたため、審判団によるレフリータイムアウトが取られています。チャットラインも様々なメッセージありがとうございます。滋賀の虎56様、田様、ぜひこれからもいろいろな形でメッセージ応援をよろしくお願いいたします。さあ試合再開となります。金沢大学相手陣47ヤードからファーストダウン点。パス成功。ここで左に展開したランニングバックにパスを投じましたが、このパスわずかにコントロール狂い、パス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、金沢大学エバーグリーン6点、福井県立大学ワイルダーズ0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。